豊山派の寺院。三号は平野山。本尊は聖観世音菩薩であり、坂道三十三観音霊状第三十番札所である。通称は高倉観音。陽明天皇の第二特技が肖像の観音菩薩を監督して寺を建立したという。この観音像は行基が刻んだ観音像に収められているという。藤原鎌足り昔。 矢野うとの有力者だった、飯野の長官という人物が、四十歳余りになっても、子宝に恵まれず、ここの観音に願いをかけたところ、か目を授かった。この娘は、よう与えかんと名付けられ、成長したが、この娘も、また良縁がなく嘆いていた。彼女は、自分が生を受けた行きさつを、父から聞かされ、自分も、この観音にすがったところ、鹿島に行って、 きてを拝みなさいとの無告があり、男子を授かった。これが、鎌子、後の藤原鎌足であると言われている。鎌足は、その後、この観音を深く崇拝し、七枚四面の本堂や、阿弥陀堂、三重堂、首郎などを建立した。境内には、大化の改新後の650年7月に、鎌足が腰を下ろして休息したと言われる腰掛け石がある。また、 鎌谷が着替えをして衣服を杖にかけたがそのまま杖が忘れられ、その杖が根付いて桜の花をつけたのが鎌谷桜だと言われている。三門木更津市ホームページ。ありがとうございます。